乃木坂46の久保しおりが、17日放送の、乃木坂46のオールナイト日本、日本放送、毎週水曜25時に出演。過去の、バースデーライブ、について振り返った、久保しおり、12スバスラに、今からもうすごくヒヤヒヤ。3月7日から10日の4日間、埼玉スーパーアリーナで開催される、乃木坂4612スイヤーバースデーライブ。 毎年恒例のライブだが、久保は今年は4日間毎日全く違うセットリストで乃木坂46の歴史を振り返るライブになるんですね。これは大変です、と断言した。久保本人はフィフスのライブから8回目の出演となるが、今までで一番大変だったバースデーライブ何年目、って言われたら、セブンスイヤー、と口に、 久保は、これ3期生全員絶対、せ、乗っていったら絶対セブンスっていう、とかなりの確信がある様子で語った。実は、セブンスイヤーバースデーライブって全曲披露してるんです。しかもその時西野七瀬さんの卒業コンサートも込みの4日間だった、と言い,い、4日間セトリ、セットリスト、が毎日違った、と、4日のライブすべてで演目が違いかったそうで、これがかなり大変だったと解雇。 もう今からすごくヒヤヒヤしてる、と3月の12スでも今から大変さが想像される様子で口にした。久保折り、思い出のステージに今度が先輩として、すごく感慨深い。この際のライブでは、卒業メンバーの楽曲に当時最も後輩だった3期生がカバーしたことから、出る曲数も多かった、と、3期生が活躍できたと振り返ったが、うわーってなってた、と苦労も多かった様子。 しかし今回はすでに3期生も8年目となることから、以前よりは心配はないと口にした。また。 三期生初めてのバースデーライブもう同じ会場だったそうで初めて三期生がステージに立った瞬間は先輩たちとだったのでそこに久しぶりに戻って来られるっていうのがすごく感慨深い特後、この時見た景色が信じられないぐらい広かったもう果てしなく続いてたのを覚えてると4日すべて演目が違う大変さはあるものの思い出ひとしおなステージに再び立てるのを楽しみにしていた